2期生でね、まあ、ご飯行きましたと、これ最近あった出来事の中で一番大きな出来事かな。ねえ、ここにチョコセンがいて、めっちゃさ、谷間見える服着てきてたからさ、私はさ、あのチョコセンが喋るためにふってそっち見たらさ、谷間にしか目がいかなくなっちゃってさ、しかもなんかすごいさ、お家だからすごいなんかリラックスしてんのかわかんないけど、めちゃめちゃさ、こう何すごいさ、こうリラックスした体勢で座ってるもんだからさ、私はさ、目とか顔よりもさ、谷間にしか目がいかなくてさ、じゃあ本当にやばい、どうしよう、やばいやばいやばいと思いつつさ、そうよね、ダメ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 みたいな感じでね、一生懸命ね、目線の位置を探してた。なんかもうさ、みんなさ、なんか面構えが違うんよね。もう3年だからさ、私たちもなんかキャハハウフフなんてなくて、なんか面構えが違うんだよな。なんか悟ってんのかな。